ドミネク・オ・バディス教会、サンタ・マリア・イン・パルミス教会、イタリア語、パルミスの聖マリア教会の意図してよく知られている。1983年、ヨハネ・パウロ2世教皇はこの教会を、ローマの歴史とキリスト教会の歴史にとって、特別な重要性を持つ場所と定めた。他の多くの名高い教会がその成果を、建築物としての壮麗さ壮大座によるのに対して、建築物としては、 平凡なこの教会は、その由来、来歴、古事によって、広く知られている。聖ペトロが、ローマでの迫害から逃れようとした時に、イエスと会ったとされているのはこの教会が立つ場所である。カトリック教会の古い伝承によれば、ペトロはイエスに、ドミネ、クオアディスドミネ、クエブジス、主よ、どこへ行かれるのですかと尋ね、それに対しイエスは、 エオロマムイテルムクルキフィギオロウマムイータムクルーセフィギー、ローマへ再び十字架にかかりに行くと答えたとされる。この場所は旧世紀にはすでに聖域とされていたが、現在の教会は1637年に建立されたものであり、ファサードも17世紀に付け加えられたものである。ファサード正面のドアの上には、かつて、歩みを止めた前、旅人よ。 獄から逃れる聖ペテロ神、まみ、あ、えた。我らが、主イエス・キリストの足跡を、この聖なる寺院に入って見じた前、煉獄から魂を解放するために、老と油のための施しを進める。と刻まれていた。教皇グレゴリウス十六世は、これを不適切、実際上、宣伝の類であると認め、八百四十五年に、これの撤去を命じた。ポーランドの作家、 ヘンリクシェンケビチによる小説、クオ・バディスにもこの教会についての言及が見える。この聖地はもっと古いものであり、何らかのすでにあった寺院のキリスト教版だともされている。この教会は実際、再来の神、レディクルムに捧げられた聖なるの、レディクルムの名は、ラテン語の動詞、レデオに由来しているのまさに正面に位置している。この野には、この神の儀式のための聖域があり、 出発前の旅行者、特にエジプトやギリシャ、東方など長く危険な旅に向かう者から伏せを受け取っていた。また旅行者たちが戻った時には、この神に旅の幸運な結末を感謝することになっていた。レディクルムの野にある聖域の地位は揺るぎないものであった。何よりもまず古代のアッピア街道はローマ街道中でも最も重要であったし、第二にはこの場所のゆえに、 旅行者にとっては、ローマ市の城壁を最後に眺める場所になったことであろう。この聖地には、ティベリウスの地位性に、大々的な葬儀で埋葬された、神号を介する有名なカラスの墓もあった。さらにレディクルム神には、恐ろしい評判があった。伝説によれば、ハンニバルが、第二次、ポエミ戦域でカンナエの戦いで、ローマ軍を破った後、この街道をたどって、 ローマを四股の間に望んだ時、レディクルム神が現れ、軍を引くことをハンニバールに恐ろしい方法で促したと、される。これらの伝説から、ローマ人たちがレディクルム神を深く信仰していたことが、わかる。この聖域がどこにあったかは、現在でも正確には分かっていない。しかしながら、17世紀の著述家が広めた誤りにより、レディクルムの寺院は、カフファレ・ッラ・コーエム内側の方にある墓地、 それはまたアンニアレジラのものとされるが、そこにあったと非常に広く考えられている。この地域では、使徒ペトロが生活したとされているが、ペトロの存在は、ペトロの家を十回する聖、セバスティアヌスの母書の碑文と、教皇ダマススイによるペトロとパウのための稽約に見出される。この稽約には、このように記されている。何時がペトロとパウロとの名を求めるならば、何時。 かの聖者らがここに生きたることを知るべし。教会中央の大理石の板の上に二つの足跡があり、これはイエスによる奇跡の生意物とされるレリーフの複製は近くにあるサンセバスティアーノ・フオリレ・ムーラ聖堂に保存されている。実際上これは旅の良き結末のためにかけられる癌であり、この二つの寺院の間に何らかの関係があったとする想像を確認するものでもある。 この教会の正式の名前はジョージスのようにパルミスの聖マリア教会であり、パルミスはイエスの足裏を指す。カトリック教会がこの伝説を承認したのは、インドケンティウス三世がこの古事を神聖であると宣言してから、後のことであることは記録する必要がある。インドケンティウス三世のこの会直は以下の文書に収録されている。ザ・デクリテイライ・ディア・グレゴリオナイン、ブック4。 ティット、17、キャップ、パーベンラビールム、グレゴリウス9世の会直、第4巻、17編、パーベンラビラム。この教会は前日の通り、ローマ市近郊のアッピア街道州立公園内に、所在する。アッピア街道から分かれたアルデアキーナ通り沿いのセ、聖セバスティアーノ門から800メートルの位置にある。正確な住所は、以下の通りである。ビアアッピアアンタカ、 51、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。